タイタニック号です。大体、あの、全長二百七十メートルある船なので、えー、三百五十分の一スケールの模型ですね。簡単な模型です。で、同型艦にですね、あの、オリンピック号とブリタニック号というのがありました。全部、あの、タイタニックと同じように、最後に区をつけるのが、この、あの、会社のですね。まあ、好みらしくてですね。タイタニックは、まあ、ご存知の通り沈没しました。ブリタニックもですね。第一次大戦でですね。沈没して、オリンピックは事故ばかりでですね。全然動かなかったのですね。まあ、ついにですね。あの、この、も、あの、保有していた会社の。 ホワイトスターライン社をですね倒産させてしまったということなんですけども3隻的に全部ね役に立たなかったんですねあだ名はですね浮かぶ宮殿ともいうふうに公式には言われてましたねまあ,あのフローティングキャッスルですよねあと、まあ、沈まない船っていうふうにも言われてましたでももう一つのですね割と支えかれてたあだ名がですね浮かぶ階級社会っていうふうに言われてたんですねもう金持ちや貴族が乗る一等客室 があっってです、ね、そこはものすすごい豪華だったからなんですよ。アメリカで成功した成金のほ、まあ、にわか貴族もどきの人たちですねその人たちはですねあの自分たちが移民してくる前のふるさとのヨーロッパに帰ってですねで、まあ、そこであのステータスをですねまああの上げるというのが、まあ、めちゃくちゃ流行ってたんですね里帰りしてですね、えー、まあアメリカにもう一回帰った時にヨーロッパに帰ったんだとか家に帰ってきたんだけどとアピールするのよ。 流行ったなのでアメリカとです、ね、ヨーロッパの間を高速で移動するです、ね、あの客船がです、ね、開発がすごい望まれてたんですよね。まあ、それなんで,すよでまあこの一番上の A デッキですねこの A デッキという部分はですね、まあ、船員専用なんですよ。で、まあ、船員専用なんですけどこの、まあ、ここら辺あたりは1棟のです、ね、お客さんの。 あの、うろうろできるところですね。二、ね、頭はこの後ろの方になってきて、なんかね、ボートとかがあって、これちょっと上から見ないとわかるんないですけど、あの、非常用のボートとかがあって、割と見通しが悪いところなんですね。ここら辺が二刀。で、一刀はもう本当にここ一番いい、てっぺんのところとかですね。あの、ここら辺。 で、この下のですね、B デッキですね、あの、窓があるところ、これがですね、すごい大きい客室になっていて、えー、ここがですね、グッケンハイム美術館で有名なグッケンハイムの当主とかですね、成金の人たちが乗るところです。えー、彼らはですね、あの、浮かぶ宮殿の上で、あの、地上以上の贅沢をしませんかと宣伝に言われてですね、まあ、乗ってきたわけです。しかしですね、この船の こう一番下の窓辺りですかあの、ここら辺ですね。あの、G デッキと言われている辺りなんですけども、これ、あの、ここはアメリカンドリームをですね、夢見る移民たちですね。まあ、ヨーロッパ世界にはですね、もう仕事もなくて生まれつきの身分制度に差別された人たちでですね、えー、まあ、それでもなんとか乗れる金額だったんですよね。で、それで新大陸アメリカに行こうというふうに考えたわけですと、つまり、タイタニック号というのはこの巨大さ、この巨大さゆえにですね、 あの2つの現象が生じた何かというと1等のお客さんにはですねものすごい豪華な設備を用意できたわけですねもうプールもあるしあとサウナもあるしあとなんだろうスポーツジムもあるし本当に何でもあったんですよね1等のお客さんはその広さゆえに豪華さを楽しめたしかしですねあの3等のお客さんにはですねその広さゆえにめちゃくちゃたくさん人が乗れたんですよ。 三等の客室ってものすごい狭いんですよ。もう四人部屋とか六人部屋ばっかりで、そこにギチギチに押し込まれたんですけども、それでもですね、大量に人が乗れたので,ですね、一人当たりの料金が割と安かったんですよね。だから本当にあの今のファーストクラスとエコノミークラスみたいな差ができてしまったわけですね。それのおかげで,ですね、タイタニックというような一つの船の中に最下層の そのアメリカに移民しようとする人たちですよね。とですね、最上流あの海峡の人たちとかですね、同時に乗る不思議な世界になったんですね。これがもうこの浮かぶ階級社会と言われた理由です。で、この格差っていうのはですね、えー、客だけじゃないんですよね。あの、乗員乗組員にもあったんですよ。あの、えー、例えばですね、この A デッキですね、この A デッキの一番上ですか、ここら辺っていうのはですね、 あの、士官たちなんですよ。船長とかオフィサーといわれる一等から五等船員、あの、士官、五島士官までのですね、専用区画で,ですね。もうスーツ着てネクタイ締めてるような人たちです。その人らはここら辺で仕事してるんですね。だいたい、この A デッキの前の方で仕事してるんですね。で、ところがですね、この一番前のクレーンついてる部分、これまあ簡単な模型ですからクレーンついてませんけど、クレーンついてる部分とかですね、あとこの一番後ろの このクレーンついてるこういう危険な部分ですねあと甲板磨きとかはですね、派遣会社に登録していたですね水夫たちがやるんですよ正社員じゃないんですよホワイトスターラインの正社員じゃなくて派遣会社に登録されている水夫たちが働いてるんですよね D デッキですね ABCD デッキ D デッキのこの辺りこの辺りにはですね、あの1棟の食堂があるんですよ 一等の食堂があるんですけどもそこはですねあの楽団員たちがつまりあの演奏音楽の演奏する人たちが働いてるんですよねでその楽団員たちはですねリバプールのカフェで自分たち,ちと登録してるんですよリバプールってあの船乗りがいっぱい集まる町があってですねそこでですね、えー、楽団員たちが登録してでそこで演奏やってるんですよでうまそうなやつはですね指名されてで音楽家としてですね「タイタニック」に乗船するというふうになってます。 でさらに下のこの船底ですねこの船底の辺はこの辺ですよね船底の辺っていうのはですねあのもっと低い身分の人たちが乗りますえっ、ー、とね失業者がね当時イギリスはですねあの溢れてたんですけどもまあ、あの行列を作って仕事にありつこうとしてましたであの行列作ってですねそのスターラインの系列会社の 石炭会社とかですね、そういうふうな、やっぱ派遣会社に登録して、それもあらかじめ登録するんじゃなくて、仕事があるたびに、行列に本当に事務所に並ばなきゃいけないんですね。で、あの、イギリス中からですね、馬車とか徒歩でアイルランドのベルファストまでですね、旅行して、で、船の一番底に乗り込んで、 滝の仕事をするっていうです、ね、臨時のバイトをやるんですね。で彼らはです、ね、汗まみれで石炭をくべて巨大なボイラー6つ、この一番底にあるボイラー6つをです、ね、常に200度以上です、ね、200度から300度ぐらいの高温の高温高圧の沸騰状態にしていたといううに言われています。まさにです、ね、階級社会の天国と地獄ですよね。それらの人人々全員で人以上 っていうふうに言われているんですけども、2200人以上あの乗せた浮かぶ階級社会ですね。なんで2200人以上って曖昧な言い方をするのかというと、実はですね、あの人数正確に分かってないんですよ。っていうのは、うん、あの途中あのフランスのシェルブールとかでですね乗せたえ貴族の人たちがですね使用人も一緒に乗せてるんです、ね。でその使用人の人たちの名簿がないんですよ。 だから、当時は人数に入ってないんですね当時はその。アメリカ人はね、面白いことで使用人までちゃんとしあの名簿載せてるんですけどもあのフランスとかその本場の貴族たちは使用人を人間と思ってないから名簿に名前載せてないから結局何人載ってたのか分かんないままだったんですよね。 せたののがです、ね、大西洋のど真ん中で沈んで沈しまう実は、えー、これあのジェームス・キャメロンはですね「あの豪快映画学」という本の中で「タイタニックが、ね」が日本でヒットするのか正直不安だと、まあ、公開前のインタビューだったんですけど言ってるんですよねなんでかっていうと「タイタニック号」っていうのはアメリカとかヨーロッパとかあとカナダとかではすごい象徴的な事件だと。あのシンボルなんだと単なる事故じゃないと。 単なる大規模な事故とか悲惨な事故とかたくさんの人が死んだんだったら「タイタニック」以上の事故は世界中にいくらでもあるし「ショッキング」の事故はいくらでもあるんだけどタイタニックってそ,そうじゃないある種の象徴になっている事件になっているとだからものすごい意味を持っているんだけどもそれ日本の人に伝わらないんじゃないかなというふうにまあ,あのキャメロンはですねインタビューで答えているんですけどもですねあの古き良き世界が 終わっっっててしままたというふうふにキャメロンは言ってますあのジェームス・キャメロンの映画「タイタニック」はですね1997年ですね今から24年前の映画なんですけど大ヒット映画です。で3時間14分もあるんですよ。 3時間14分もあるんですけどもです、ね、あの実はこの3時間14分の尺っていうのは何で必要なのかっていうとですね氷山に衝突してから「タイタニック」がわずか2時間40分ぐらい沈んじゃうんですけどもです、ね、その2時間40分を体験させようとキャメロン考えたんですね。 なんだろう現在の「タイタニック」を映す潜水艦の映像が入っててでラスト14分はまたその潜水艦の映像に戻ってきて現代に戻ってくるんですよ。でクレジット結構長いんですね。でその現代の映像を除くとですね過去の「タイタニック」の映像その中のドラマってぴったり2時間40分なんですよ。だからキャメロンって、そののタタイタニック号の中で沈没が 商談が発生して何が起きたかどうやって古き良き世界が終わってしまったのかという2時間40分っていうのをですねきれいにです、ね、映画の中にぴったり収めようとしたんですねまあ何かねすごい変なこだわりを持った映画なんですけどもですね